フィル・ルイスはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン、テレビディレクター。ディズニーチャンネルのドラマ、スイート・ライフ及び、スイート・ライフ・オン・クルーズのマリオン・モーズビー役として知られる。ルイスは、チェシピーク・ポト・マック・テレホンの全役員であり、全在米大使のデラノ・ルイスの息子として生まれる。彼は、父のナイジェリアとウガンダの国務省と平和部隊の副所長の任務の間に、 東アフリカのウガンダに生まれた。ルイスは1991年のシットコム、ティッチで一時的に主役を演じるが、たった4話で降板する。その後、アリー・マイ・ラブや、ブラザーズ・アンド、シスターズ、パパには秘密、バフィー、恋する十字架、フレンズ、ママと恋に落ちるまでなど様々なテレビドラマで、ゲスト出演する。その後、ディズニーチャンネルのドラマ、 スイートライフのモーズビー役を演じた。2008年には再びモーズビー役として、続編のスイートライフ・オン・クルーズに、ティップトン号の支配人を演じた。また、デ文ブン見えちゃって超大変。や、フィニアスとファーブなどに、ゲスト出演した。スイートライフのエピソード、ミイラの呪いアイワントマイマミーにて監督デビューし、スイートライフ・オン・クルーズで、数エピソードの監督を行った。 その後、天才学級、アントファームや、オースティンアリー、グッドラックチャーリー、ジェシー、など多くのディズニーチャンネルのドラマで監督を行った。1991年12月終わり、ルイスはメリーランド州ポトマックの郊外で21歳の女性が運転する車と衝突し、逮捕された。ルイスが運転する1985年産のビュイックセンチュリーが中央線を越え、 女性が運転するホンダの CRX と衝突した。メリーランド州ベセスダ在住の女性は、怪我を負った後、死亡した。ルイスは飲酒運転で起訴された。彼は、私の乱暴な行動を非常に心から、後悔しています。と謝罪した。ルイスは、自動車過失致死と飲酒運転で有罪となり、メリーランド州、モンゴメリー軍巡回裁判所のウィリアム・ミラー判事より、 保護観察2年、社会奉仕350時間を命じられた。しかし、ミラー判事はルイスが逮捕後、刑務所や学校、教会で薬物乱用を強調するために、刑務所劇団での行いを挙げ、懲役を4年延期した。これらの法的トラブルの後、ルイスはシチュエーションコメディにて、主に助演として俳優活動を再開した。ありがとうございます。